中長編みは、細編みと長編みの中間の高さの目です。往復編みで編むと、ベビー用衣料やブランケットに最適な柔らかくて伸縮性のある編み地ができます。鎖編みの作り目から始めましょう。中長編みは、3つのステップで編みます。まず、かぎ針に糸をかけます。 最初の二つの目を飛ばして、三つ目の鎖目の半目にかぎ針を入れます。糸をかけて引き出します。かぎ針には三つの輪がかかっています。もう一度かぎ針に糸をかけて、三つの輪を一度に引き抜きます。中長編みが一目編めました。残りの作り目にも、 中長編みを一目ずつ編みます。糸をかけて、かぎ針を入れて、糸をかけて、引き出す。糸をかけて、三目を引き抜く。糸をかけて、かぎ針を入れて、糸をかけて、引き出す。糸をかけて、三目を引き抜く。端まで来たら、 編み地を裏返します。鎖編みを2目編みます。これは立ち上がりの鎖と呼ばれ、これから編む段の最初の中長編みの目として数えます。前段の端から2つ目の目の頭の鎖2本を拾って、次の中長編みを編みます。残りの目にも中長編みを1目ずつ編みます。 最後の一目は前段の立ち上がり目に編みます。